どうも皆さんこんにちは、着馬です。今私はですね、宮古島に来ております。で、今ね映ってるかと思うんですけども、本日はこちらイラフ水宮古沖縄ということで、こちらにね一泊お世話になろうと思っております。今回ですね、この宮古島にねわざわざ来たっていうよりかは、 ANA のねダイヤモンド仕様でこの羽田宮古島路線ですね、利用させていただいて、せっかくなんでねイラフ水ね利用させていただこうかなというふうに思っております。でですね、もうチェックインは済んでおりまして、詳細はねちょっと客室の方でね詳しく話していきたいなと思っております。いやね、私完全にね持ってるなと思ってるんですけど、宮古島ねめちゃくちゃ曇っててですね、今外に出てきたんですけども雨がね降ってきましたねいやー残念ですね。今日はね一泊ここにお世話になるわけなんですけども、ちょっと夕日とかはね楽しむことができなさそうですね。ということで、ひとまずね客室の方に行ってからね詳しく話していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。それでは今ねチェックイン中ということで、ウェルカムドリンクをハーブティーでいただきました。いただきます。非常にね美味しいです。今ねこのホテルではハーブバスソルト作り体験っていうのをやっております。ちょっとねこんな感じで、今はね荒れ果てた感じになってるんですけども、ご自身でね、好きなね塩とハーブを入れて作ることができます。ぜひ利用してみてください。ということで客室の方にね入ってきました。いつも通りね後でルームツアーねしたいなと思ってるんですけども、今回ですねイラフ水ねラグジュアリーコレクションホテルですね、一泊ねお世話になるわけなんですけども、まずねこのホテルはですね宮古島にありまして、宮古島空港からですね車で 2,30 分の場所にあるんですよね。でこちら公式サイトにね記載があるんですけども、ホテルにですね3日前までにメールもしくは電話でですね送迎ねお願いするとですね、空港とこのホテルのね送迎ね無料でやっていただけるっていう風になっておりまして、今回私もですねこちらを利用してですねこのイラフ水までね車で送迎ねしていただいたっていった形になります。でこのホテルはですねマリオットボンボイホテルのカテゴリー8のねホテルっていう風になっておりまして、一泊のね必要ポイントが7万ポイントから10万ポイントでね一泊宿泊することができるっていった形になります。でですね、今回私は10月の土日にね宿泊させていただいているわけなんですけども、先日のですねウィークオブワンダーのねマリオットのキャンペーンがありましたよね。オフピークで10月いっぱいね宿泊することができるっていうキャンペーンですね。こちらでこのイラフ水ですねなんと7万ポイントでね宿泊することができました。でこのホテルもですね現金決済価格がねかなり高いホテルっていう風になっておりまして、本日もですね一泊ね10万円ぐらいねするわけなんですけども、7万ポイントでね宿泊することができましたということなんで、だいたいマリオットポイントを 1.4 円ぐらいでね利用することができたっていう感じですかね。でいつものね恒例になっておりますけども、このホテルのねルームキーはこんな感じになっておりまして、ザ・ラグジュアリーコレクションということで、こちらね残念ながらですねイラフ水の名前はね入ってないんですよね。入れてくれるとね結構嬉しかったりするんですけども、名前はね入ってないんですよね。で裏側もですねザ・ラグジュアリーコレクション .com ということで、結構シンプルなねカードキーになっております。でですね今回ねプラチナステータスでこの客室ね宿泊させていただいておりまして、アップグレードもねしていただいております。
ということなんで、まあ、せっかくなのでここからね簡単にねルームツアーねしていきたいなと思います。それではですねルームツアー行きたいと思います。今回124号室ということで行きましょう。では中に入りました。今回もねちょっと私はもう見ちゃってますけどもすごいです。まずね、入ったところにこちらバスローブがありまして、こちらがねお風呂になってます。はい。でこちら側にですねリビングルームですね。いやーめちゃくちゃ広いですね。今回なんとジュニアスイートにアップグレードしていただきました。はい。でちょっとぼんやりね映ってるかと思うんですけども、なんとこちらの客室はですね専用のプールがねあるんですよ。やばくないですか。ちょっと後でねそちらもしましょう。でこちらがリビングルームになりまして、テレビがあって、でそのままですねくっついてる感じでベッドルームが一緒になっております。いやーいいですね。いいすごいですね。いやーびっくりしました。ということでまずベッドから見ていきましょうかね。はい。ベッドはねこんな感じになっております。映るかな。ちょっと全部映るのが厳しいですね。ダブルベッドがツインタイプになってます。でこちら側にですね目覚まし時計とティッシュ、あと下にね聖書とかも置いてあります。でコンセントと USB タイプ A と電気のスイッチがあります。でここにね読書ランプがあって、壁にはねこんな感じのタイルおしゃれですね。貝殻をイメージしてるんですかね。で反対側行きましょう。あ、ベッドをね斜めから見るとこんな感じですね。ちょっとねベッドの目の前がウォークインクローゼットになってるんで、ちょっとねあの全部ねお見せしづらい部分があるんですけども、こんな感じになってます。こちらにはですね iPad とメモ帳、あとねボールペンと、こちらアルコール消毒スプレーですかね、あと電話があります。でこの iPad にですねホテルのサービスであったり、このホテルのことだったりね詳しく書いてありますんで、これねちょっとちゃちゃっと見たんですけども結構面白かったですね。でこちらがリビングルームになります。いやーすごいですね。いやーすごいいやーすごいですね。こちら3人掛けのソファーですかねあります。でどうやって見ていきましょうかね。こっちからぐるっといきましょうか。でテレビがあります。テレビもかなり大きいですね。こちら東芝製のテレビです。50インチ以上ありそうですね。でこちら側にはですね冷蔵庫とティーセットですね。じゃあ TWG のね紅茶とかも置いてあります。あとお水とネスプレッソですね。あとケトルが置いてあります。でですね引き出し式になっておりまして、ここにねこちらは有料なんですけども有料のねミニバーが入ってます。あとねグラス類がね下に入ってます。でこちらねちょっと引き出せないんですけども、グラスだったりねワインとか入っております。でここにね金庫があるんですよ。珍しいですね。金庫がここにあります。その隣にですね冷蔵庫があります。よいしょ。こんな感じに、ね、なっております。でですねこちらちょっと後でね説明しますけども、こちらね全部無料っていう風になります。この冷蔵庫の中身だけですね。先ほど見せたこちらのワインとかねあのミニバーのお酒とかね有料なんですけども、ここのね冷蔵庫の中はね全て無料ということになっております。リビングルームをね反対側から見るとこんな感じですね。で今回ですね見てください、こちらドラゴンフルーツですかね、あとマスカット、こちらウェルカムスイーツということでいただいております。いやありがたいですね。あとこちらもね一緒に置いておりまして、これはパイナップルですかね、あとクッキーと、あと一番左のは何でしょう、これチョコレートなんですかね。こちらもいただきました。ありがとうございます。ではお風呂場行きましょうかね。こんな感じになっております。いやかなり大きいですね。ちょっとね一番後ろまで下がってもこれが限界ですね。まずですねこっちから見ましょうか。
まずアメニティはこちらですね、ラグジュアリーコレクションのこちらのブランドですね。ちょっと読み方が分かんないですけども、こちらになってます。で、真ん中にこちら石鹸があってタオルがあります。で、下の方にもですね、バスタオルとかね、全て完備されている感じですね。で、こちらですね、あ、これあれですね、レプロイザーでしたっけ、高級なドライヤーですね。最近これ多いですね。この前どこだったかもこれでしたもんね。で、アメニティはですね、よいしょ、こちらのね、引き出しにね、置いてありまして、これ中開けちゃいましょうかね。あ、こんな感じで一通り入ってますね。それでは次のお風呂場ですね、行きましょう。いやー、これすごいですね。めっちゃ開放的、外のプールがね、見えるようになってるんですね。で、湯船はね、こんな感じになってます。結構大きそうですね。私が入っても余裕で入れそうな感じが、入らなくてもしますね。ちょっと後で入りたいと思います。で、こちらがシャワーと、で、固定式と可動式両方ともね、備え付けられてますね。これはいいですね。で、こちらにね、アメニティがありますね。同じブランドのやつが置いてあります。中に入りました。いや、めちゃくちゃ広いですね。私175、6、7ぐらいね、あるんですけども、足届かないぐらい広いですね。いや、これはすごい、今までで一番広いかもしれないです。言い過ぎかな。メズム東京も結構広かった気がするんですけど、はい、かなりね、広いと思います。足届かなくてゆっくりね、入りそうな気がしますね。それではちょっとプールの方で行ってみましょう。でですね、今気づいたんですけど、またあれですね、デジタルですね。はい、最近流行ってますね、これね。でも、これ操作しやすくね、本当にいいですね。分かりやすいですね。ではプール行きましょう。はい、出てきました。どうでしょうか。いや、これついてるってすごいですね。いや、すごい。はい、こんな感じになってます。いや、すごいですね。いや、すごい。あ、雨降ってる、雨降ってる。いや、これが客室から楽しめるってやっぱすごいですね。で、あれですね、ちょっと疲れたらこのソファにね、休憩してみたいな、まあ、そういった感じで利用できますね。まあ、ちょっとあいにくのね、今は見えてるかどうか分かんないですけど、めっちゃ雨降ってます。はい、こんな感じになってます。いや、ちょっと明日晴れてくれればね、ちょっと入りたいなと思うんですけど、どうでしょうかね。いや、今ね、多分ちょっと蒸し暑いぐらいなんで、多分入ったら寒いと思いますね。どうなんだろう、寒いのかな。ちょっと入るのは厳しいですね。ということで、こんな感じになっております。でですね、ちょっとお手洗いね、お見せしてなかったんですけど、本当にドアのね、すぐ隣にお手洗いがあります。こんな感じになってます。手洗う場所はついてていいですね。はい、で、このね、もう一個入った隣にスライドドアがありまして、ここがね、クローゼットっていった形になります。で、ぶち抜きでね、向こう側にベッドルームがあるんですけども、ベッドルームにね、そのまま行ける感じになってます。で、中はね、こんな感じになってまして、ちょっと私のね、ウルトラライトダウンがかかってて申し訳ないんですけども、ちょっと暗いですね、すいません。ハンガーと、こちら側にはね、傘と、ランドリーバッグですかね、置いてあります。で、大きい鏡がね、ありまして、反対側の下には荷物を置く台と、スリッパとかね、こちらにあります。サンダルとかもね、置いてあるんですね。こちら B さんみたいなのもね、一緒にありますね。これもね、外のプールとかね、使えますね。いいですね。っていう感じですかね。ということで、こちらにね、一泊ね、お世話になります。いや、かなりすごいですね。
今回ねポイントで宿泊させていただいたわけなんですけども、今回ねスイートナイトアワードっていう先日ね動画出させていただきましたけれども、そちらをねこちらのホテルでリクエスト出したんですよね。で残念ながらねスイートナイトアワード通らなかったんですよね。却下されてしまって、まあしょうがないかなっていうふうに思っていたわけなんですけども、そしたらねなんとスイートナイトアワードは却下されたんだけど、このジュニアスイートにねしかもプール付きということでかなりありがたいですね。ということでこちらにね一泊ねお世話になります。で今ですね夕方のね5時ぐらいになりまして、ちょっとね正確な時間ね字幕で出しておきますけれども、シャンパンディライトっていう、まあ、シャンパンのフリーフローみたいなのだと思うんですけども、ロビーの方でね振る舞われるっていう風になりますんで、ちょっとねそちらに行きたいと思います。ということで、いやこの客室ね本当にめちゃくちゃすごいですね。ということでシャンパンディライトの方にね行ってきたいと思います。それでは時刻は5時半になりました。今ねシャンパンディライト始まりました。で今ねあのプールがここにありまして、まあ、そのプールサイドにね今いるんですけども、あの雨降ってますんでこの、ね、傘の上傘のね下にいます。はい、ということでこれからねシャンパンディライトということで、ね、シャンパンね、まあ、一杯いただいて客室の方で戻りたいと思います。ちょっとねプールをお見せしましょう。こんな感じになってるんですよ。やばくないですか。いやめちゃくちゃいいですね。これはね本当に贅沢ですね。あすいません、ありがとうございます。それではシャンパン到着しましたんでいただきます。この方がいいのか。座席はですね、このプールサイドにね、全部で8席ぐらいあって、あとね、中のロビーでもね、振る舞われてるっていった形になります。で、多分ね、お酒持ってね、このプールの下とかもね、あの広場になってて、まあ、あのベンチとかね、あと、まあ、ちょっと映ってないと思うんですけども、あれなんていうんですかね、小屋みたいな、カバラっていうんですか、掘ったて小屋みたいな。言い方がわかんない、まあ、そういうのもありまして、まあ、多分ね持っていけば多分ああいうところでも飲めると思うんですけど、まあ、今私はねあのプールサイトでいただいてます。はい、まあ、このまま雨がね強くならなければいいですけどね。はい、これあの雨が強くなってったらね退散ですかね。いやでもねこの景色ね眺めながらお酒いただけるっていうのはねかなりいいですね。いや今ね完全に客室戻ろうと思ってたんですけど、このシャンパンディライトねこういった感じで、はい、これですねビーフジャーキーとスナッククラッカーみたいなクラッカーですね。はい、いただきました。せっかくなんでいただきましょう。珍しいですよねここね、プールでも撮影していいみたいなんですよね。うん、普通プールって撮影 NG なんですけど、あのチェックインの時にね伺ったら、あの特にみたいな感じで、まあ、みんなねこのプールがねめちゃくちゃ映えるじゃないですかこのプール。だからみんなここでねバシャバシャ撮りまくってるんで、まあ、多分あれなんでしょうね、禁止できないんでしょうね。うん、ちょっとびっくりしました。めちゃくちゃうまいですね。なくなっちゃいそうですね。もう一杯いただきましょうかね。これねクラッカーと一緒にこれドライフルーツのパインですかね。いただきます。おいしい。これこのソースが何なのかちょっとよくわかんない。これ何ソースなんだ。いただきます。個人の名前が分かんない。
ということで客室にね戻ってまいりました。シャンパンディライト本当にいいですね。本当にいい。できればですねぜひねプールサイドのね席ね早めにね埋まると思いますので、確認したところですね5時半からねこのシャンパンディライトっていうのは開始になりますんで、本当にね5時半ちょっと前ぐらいに行っていただいて、ぜひねプールサイドのね座席をね押さえていただきたいなと思いました。ちょっとね今日天気が悪くてちょっと小雨とかね降ってたんですけども、まあ、大きいパラソルとかもね置いてあって、その下にベンチみたいな感じで置いてありますんで、入り口の方にねバスタオルとかありますんで、それを持っていただいて、まあ、それ引いてね利用していただければね、ちょっとぐらいの小雨だったらねそのパラソルでね、まあ、なんとかしのげるんじゃないかなと思いますので、いやぜひねプールサイドでね楽しんでいただきたいなと思いました。いや非常に良かったですね。またね日が暮れていくとですね、またプールのライトアップとかね、またホテルもですねすごく綺麗にねライトアップされますので、とてもね幻想的な感じがして非常に良かったですね。でシャンパンディライトなんですけども、本当にね店員さんがすごい丁寧にね接していただいて、飲み終わるとですね勝手についてくれるんですよ。私ね1杯だけだと思ってたんですよね、はい、フリーフローみたいな感じで、店員さんの方ねずっとプールサイドからそのエリアずっと回っていただいて、まあ、空いているグラスあったらねどんどんついてくれるって言った感じになりますんで、まあ、私もねちょっと油断してたらどんどん2杯3杯って言った形でついでいただいてね、結局3杯ぐらい飲んだんですよね。いや結構酔っ払いました。でちょっとね酔い覚ますがてらにですねプールサイドねずっとゆっくりしておりまして、まあ、その後ねライトアップがね非常に綺麗でしたので、ちょっと撮影してね客室に帰ってきたって言った形になります。特にねプラチナステータスじゃないとシャンパンデイライトってこちらね利用することできないわけではありませんので、宿泊される方ね誰でも利用できるかなというふうに思いますので、ぜひねこちらね利用していただければなと思います。でシャンパンとですね軽いおつまみね、いただけるっていうふうになりますんで、またこれもねいいですね。はい、非常に美味しかったです。ということでせっかくねこちらいただきましたのでね、食べたいと思います。ドラゴンフルーツと、これシャインマスカットだと思うんですけど違うんですかね。私が見たことあるねシャインマスカットは これシャインマスカットに見えるんです。多分そうだと思うんですよね。じゃあいただきたいと思います。あとね一緒にウェルカムスイーツみたいな感じでこちらもねいただきましたので、せっかくなんでこれもいただきましょう。ではこのシャインマスカットだと思われるこのシャインマスカット、これはシャインマスカットですね。めちゃくちゃ美味しい。ではドラゴンフルーツもねいただきましょう。あ、皮硬いけどあれなんですね、結構簡単にナイフでスパッといけるんですね。まあなかなか皮ごといただかないですもんね。ではいただきます。うん、さっぱりした味わいで非常に美味しいですね。非常に美味しいですね。いやありがたいです。それではですねこれは多分ねこれはねパインのドライフルーツだと思うんですよね。もう開けた時にねすごいパイナップルの香りがすごかったんですよね。うん、美味しいです。あとこちらですね、これはチンスコーみたいなものなんですかね、ちょっと分かんないですけどいただきましょう。うんうん、これはねチンスコーですかね。うん、非常に美味しい。これねコーヒー入れて食べればよかったですね。うん、ちょっとコーヒー欲しくなる感じですね。あとこの多分これチョコレートだと思うんですけど、見てくださいこの緑光りしたチョコレート、いただきます。うん、これはねお酒が入ってるやつですね。非常に美味しいです。なんかね外側はね結構しっかりしてるんですけど中トロトロみたいな感じで、いや非常に美味しいですね。はい、いやこれがねウェルカムスイーツウェルカムギフトみたいな感じでねいただけるっていうのは非常にありがたいですね。このホテルはですねマリオットボンボのねプラチナステータスのウェルカムギフトってあるじゃないですか。それはこれとは別にですね朝食もしくはマリオットボンボイポイント1000ポイントもしくはローカルギフトっていった形で別にね3種類から選べるようになってるんですよね。で私は翌日の朝食まあ明日の朝食をねチョイスしておりますので、これはねまた別なんですよね。だから追加でねこちらいただけてるっていう感じなんですよね。いやー非常に嬉しいですね。嬉しいですしちょっと量が多くてねびっくりですよね。ちょっとねゆっくりいただいて今日のところはねこんな感じで休みたいなと思います。それではまた明日です。
バイバイ。それでは今からですね、お風呂に入ります。まあ、せっかくなんでね、こちら今回ね、バスソルト体験ということで、作らせていただきましたので、こちら入れてね、入りたいと思います。ちょっとお湯張っちゃった後なんですけど、大丈夫ですかね。あ、すごいちょっと映ってないと思いますけど、どうですかね。映ったら塩がね、一気にふわっていただいて、はい、非常に楽しめそうです。それはね、朝になりました。今ね、朝の6時過ぎぐらいで、あとね、20分、30分するとね、日の出っていう感じで、まだね、日は出てなくて、辺りはね、薄暗い感じになっているわけなんですけども、今ね、インフィニティプールの前の、座れるところにね、来ました。イラフスにね、宿泊される方は、ちょっとね、ここに座って、薄暗いね、海がどんどん明るくなってってんのをですね、ちょっと見ていただきたいなと思って、動画ね、回しました。いや、非常にですね、今本当にね、徐々に明るくなってきて、またね、波の音がここね、バッチリ聞こえるんですよ。本当にね、癒されますね。ぜひよかったらね、こういった楽しみ方もしていただければなと思います。朝食自体はですね、朝7時からということで、あと1時間程度ね、時間あるわけなんですけども、まあ、その時間になったらですね、ちょうど今座ってるね、反対側にね、レストランがありますんで、こちらでね、朝食7時からね、いただけるっていった形になります。ということで、ちょっと私はね、ここに座って明るくなるのを待ちつつですね、7時になりましたら朝食の方ね、行きたいと思います。それはですね、朝食会場に来ました。今ね、ちょうど7時ジャストぐらい来たんですけども、まだね、そんなにお客さんは多くないですね。でね、ここ今レストランなんですけども、外にもね、テラス席っていうのがありまして、まあ、そちらがね、ちょっと希望だったんですけど、ちょっとね、私の天候のね、雨男さ加減がね、出てしまって、今日もね、小雨が降っております。でね、ここね、テラス席はね、ちょっと屋根がないので、ちょっとね、テラス席は利用することができませんでしたということなんでね、ちょっと奥の席でね、利用させていただこうかなと思います。いや、非常に見てください、この景色ね、すごいですよね。めちゃくちゃ綺麗です。ぜひね、早めに来て、窓側の席はね、全部で7席ぐらいしかありませんので、おすすめとなっております。で、食事に関してはですね、和食と洋食ね、選択肢という感じになっておりまして、それ以外ですね、セミブッフェスタイルっていう形で、真ん中にね、ジュースだったりドリンクだったりね、あとフルーツとかもね、置いてあります。ということで、私はね、ちょっと洋食をチョイスさせていただいていただこうかなと思います。それでは朝食到着しました。今回ね、エッグベネディクトですね、こちらをチョイスしまして、こちらは前菜っていう形になります。はい、非常に美味しそうですね。で、こちらはパンです、はい、でトーストとマフィンとクロワッサンですかね、こんな感じになってます。で、エッグベネディクトとこちらです。
かなり、ね、人気があるそうで頼む方が多いということでこちらにしました。ソーセージとポテトとかも、ね、ついてもらいます。でこちらが前菜です、はい、非常に美味しそうですね。サーモンとかマリネ、あとヨーグルトと、あと、ね、セロリのなんかって言ってましたね、すいません、こんな感じになってます。あとね、オレンジジュースは取ってきて、コーヒーをね、注文しました。それでは、いただきたいと思います。では、いただきます。ちゃんとね、見てください。アルコール消毒スプレーはね、机にあるんですよ。これはね、いいらしいですね。いつも私はね、持ち歩きますね。ホテル滞在中ですけど。これはいいですね。ありがたいです。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。美味しいですね。つきまして、じゃあペン、パスタ、ペン、パス。うん。美味しいですね。ちょっとピリ辛な感じがして、こちらはねセロリの。臭みとかなくて非常に美味しいです。あとこちら何ですか。いただきます。ちょっと見えてないです。本当に美味しいです。ソーセージ、うん、非常に美味しいですね。では、エッグベネディクトいきます。さあ、どうなるでしょうか。そう、そうです、いただきましょう。非常に美味しいですね。じゃあ次クロワッサン。暗さもね、温かくてめちゃくちゃ美味しいですね。はい、ということでちょっとねまたゆっくりねいただきたいと思います。いやね、非常に美味しいですね。ということで朝食からね帰ってまいりました。非常に美味しかったですね。場所はですね、チェックインカウンターの本当に窓なりにねあるっていった形になりまして、ティンジンっていう名前のねレストランでいただけるっていった形になります。ちょっとね、いただいてる最中にもね説明ねしてるかなと思うんですけども、洋食と和食からね選択することができて、今回私はね洋食を選びました。で、洋食の中でもですね、メイン料理をね選択していただくみたいな感じで、ちょっとねここにね画像を出しておきますけれども、この中からですね一つ選んでいただいてメイン料理みたいな感じでいただく感じですね。今回私はねエッグベネディクトをねいただきました。非常にね美味しかったですね。基本的なね料理は運んできていただけるわけなんですけれども、飲み物とフルーツ、あとサラダに関してはご自身でねセミブッフェスタイルみたいな感じで取っていただくっていった味になります。味はね美味しかったのもそうなんですけども、やはりね景色がすごい綺麗でしたので、窓際のね席ねキープしていただいて景色楽しみながらですねいただいてほしいなというふうに思いました。でですね、混雑状況なんですけども、私ね7時ジャストぐらいに行って、その時はね数組一気にババッと入ったんですけども、その後途切れましたね。私が帰る本当に30分後ぐらいまで一組二組ぐらいしかね追加で来なかったので、やはり沖縄ということであれなんですかね、結構ゆっくり過ごされる方がね多いのかなっていうふうに思いますかね。ちょっとその窓際の座席もねすぐ埋まるかななんていうふうに思ってたんですけども、全然埋まんなかったですね。
はい、ということなんで、まあそこまでね急がなくても窓際の席はね確保できるんじゃないかなと思います。まあ今日ね日曜の朝食っていう風になりますんで一番混み合うタイミングかななんて思ってたんですけども、そうでもなかったですね。ということで本日ですねレイトチェックアウトね12時までということで、まあ本来ね16時までねレイトチェックアウトね利用できるわけなんですけども、こちらですね今かなりね予約がね入っているということで、今日もねたくさんの予約いただいているということで、レイトチェックアウトね12時まででお願いしますっていう風にねチェックインさんにね言われましたので、今ね朝の8時半ぐらいっていう風になりますんで、あと3時間ちょっとぐらいですかね、客室でねゆっくりしてまたね仕事もしつつですね過ごしたいと思います。いやせっかくなんでねプール入りましたねめちゃくちゃ冷たいですね。まあ当たり前なんですけど、はい、ちょっとね今日はね日はねちょっと差すぐらいなんですけど、さっきまでね雨降ってましたんでちょっと寒いですね。なんか楽しい感じのね映像がね撮れればいいかなと思ってたんですけど、全然楽しいどころか凍えてる感じのやつになってしまって申し訳ないんですけども、まあこんな感じでねプールが楽しみな、まあ GoPro とかもね今回持ってきてるんで、ちょっとねプールの中の映像とかもこれ入れても多分大丈夫なやつだと思うんで、はい、お見せできればなと思います。確認してないんですけどどうでしょうかね、結構綺麗な映像が撮れたんじゃないでしょうか。最初ねすごい冷たかったんですけど、ちょっと入ってみたらね結構あれですね、慣れればちょっと寒いかなぐらいで、まあずっと遊んでるのはねちょっと辛いですかね。でもこうやってね GoPro とかね持ってきてこうやって海のプールの中のね映像とか撮ったり、ご家族とかでね一緒に来たらかなり楽しいんじゃないでしょうか。ということでプールの紹介でした。で向こうにね映ってるかと思うんですけども、あんな感じでねソファーみたいなのも一緒にありますんで、あそこに座ってですね冷蔵庫内のねビールとかいただくのもね結構いいのではないのかなと思います。ずっと入ってるとねやっぱりちょっと寒いですね上がります。それではですねホテルが見えますかね、かなり奥の方に見えてるあれがホテルなんですよね。で今ねこちら渡り口海岸だったかな、ちょっと名前テロップで出しておきますけども、ここまで、ね、約歩いて10分ぐらいねホテルから変わります。結構遠いですですけども、分かりますかねこの青い海と白い砂浜、まさにこれが絵に描いたようなねこの景色が続いております。いやすごい、結構ねビーチ利用されている方がいて、砂浜がねちょっと残念ながら映すことできないんですけども、今私がいるのは岩場になってると思うんですけども、この右側はですね砂浜になってまして、海水浴はね楽しめるっていう形になります。まあ、特にね警備員の方とかいらっしゃらないんで気をつけてね遊んでいただく感じになると思うんですけども、めちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっと歩いて10分ということで結構ね行くかどうか迷ったんですけど、この青はね来て良かったですね。めちゃくちゃ綺麗です。いやめちゃくちゃ綺麗。ちょうどねこの岩場なってるところもあって砂浜になってるところもあるみたいな、ですんで私はちょっとね人がいない岩場の方にね来てるんですけども、いやすごいめっちゃ綺麗ですね。ちょっとねカメラを地面に置いて置けそうな場所に置いてね今話してるんですけど、ちょっと風が強いんでねボーボー行っちゃってるかもしれないんですけど、いやねめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい。もうちょっとカメラの高さを上げましょうかね。ということで今ね、カメラを向きを変えて海をねバックに映ってると思うんですけど、
いかがでしょうか。いや怖っ今ちょっと結構でかい波が来ましたね。いやもう本当にね、すぐそこ海なんですよちょっとあれですね、高い波来たら水当たりそうですね。怖っ、大丈夫かな。はい、ということでひとまずですね、この景色てかこの海の色ですよね、めちゃくちゃ綺麗ですね。いやちょっとね、ホテルから歩いて10分ということで、まあレンタカーとかねないとちょっと厳しいかなと思って、かなり来るかどうか迷ったんですけど、いやめちゃくちゃ綺麗ですね。移動手段ないとねちょっと面倒くさいって思われるかと思うんですけども、散歩がたらにね10分ぐらいなんで、ぜひね来てみていただければなと思います。ちょっと波が怖え、今結構水しぶき飛んできたんですよね。はい、ということでちょっとね髪の毛も風でめちゃくちゃぐちゃぐちゃなんですけど、申し訳ないですこんなんで。はい、ということでいや本当にねめちゃくちゃ青くて綺麗ですね。いや宮古島来た感じがしますね。多分ね今日の気温だったらね多分海入れると思います。ちょっと冷たいと思いますけどね。はい、ちょっと先ほどねプールね撮影のために入ったんですけど、あの時はね日が出てなかったんでかなり寒かったんですけど、今は多分大丈夫そうですね。ということでちょっとねここら辺撮影してホテルね戻りたいと思います。いや本当にめちゃくちゃ綺麗です。ぜひここ来てみてください。あー痛い。ということで11時半になりましたので、そろそろねチェックアウトしていきたいなと思います。いやね本当にこのイラフスイラグジュアリーコレクションホテルね、私初めて宿泊したんですけども本当にめちゃくちゃ良かったですね。いやホテル自体がですね本当に綺麗で、いろんなスポットがね絵になる感じで非常に良かったですね。今回ね私一人でね宿泊しましたので、ちょっと次回はね子供連れてねもう一回行きたいなっていうふうに思いますね。プールもありますしね、まあビーチも歩いて10分程度で行けるというふうになりますんで、ここでね 2,3 泊とかね結構いいんじゃないかなと思います。まあ7万ポイントから10万ポイント必要ポイントありますんで、まあ結構ね高いホテルにはなるんですけども、このホテルでね数泊宿泊するみたいなね、そういったプランもね結構いいんじゃないかなと思いました。私はね今回1泊しか宿泊してないので、あとね 2,3 泊ぐらいねゆっくりしたいなって思うぐらいねいいホテルでしたね。でですねマリオットモーボイのプラチナステータスの特典なんですけども、すいませんチェックインの時にね全部言えてたかどうかちょっとね記憶になくて申し訳ないんですけども、今回ですねアップグレードでこちらのジュニアスイートの客室ですね無料でアップグレードしていただきました。それとですねプラチナステータス特典ということで、冷蔵庫のね中のドリンク無料で利用することができました。でチェックインの時にですねちょっと案内はなかったんですけども、ツイッターの方でね教えていただきまして、こちらおかわりも無料みたいですよみたいな、そういった話をいただきまして、一応ねホテルの方に確認させていただきましたら、プラチナステータス以上の特典で冷蔵庫の中身ね全て無料なんですけども、おかわりも無料なんですって。ですんでまあお酒はねビールしか入ってないんですけども、でもねソフトドリンク、まあ、ジュースとかお茶とかね、まあ、結構入ってるわけなんですけども、これが全部ね無料で利用することができるっていう風になりますんで、まあ、このホテル時代なんですね、クラブラウンジがないので、まあ、それの代わりなのかななんていう風に思うんですけども、いやこれもねすごいですよね。しかもおかわりも OK っていうことですんで、まあ、お酒とかねたくさん飲まれる方もですね、まあ、ビールだけにはなりますけども、まあ、言っていただければね好きなだけね飲むことできるっていう風になりますんで、ホテルの客室でねお酒が好きなだけ飲めるっていうのはねかなりいいですよね。あともう一つですね、レイトチェックアウトに関してなんですけども、今回ね残念ながらかなりね予約が来ているっていう風になりまして、本来ねプラチナステータスだと最大16時までねレイトチェックアウト可能なんですけども、本日はね12時のチェックアウトということで、残念ながらですね確かここね標準が12時だったと思いますので、多分レイトチェックアウトはできなかったっていう解釈になると思いますかね。ちょっと正確な話はねこれに出しておきますけども、まあ一応ね12時チェックアウトっていった形になりますっていう感じですかね。まあ本当にね個人的にはねかなり大満足の滞在っていう風になりました。シャンパンディライトとかね本当に良かったですね。はい、昨日ちょっとね天気が微妙だったんであれだったんですけど、本当に天気が良ければねもっと綺麗にね暗くなっていくところがね
あのシャンパン飲みながらね楽しめるみたいなね、そんな感じもねできるんじゃないかなというふうに思いますので、こちらもね本当に良かったですね。マルトモンバイホテルポイントね貯められている方はねちょっと7万から10万ポイントということで、結構ねハードルは高いわけなんですけども、ちょっとね頑張って貯めてきてみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。私はですねこういった感じでマリオットボンボンホテルだったりヒルトンホテル、またね月額制宿泊サービスのハフをね利用してホテルね宿泊してレビュー動画ね出していきたいなというふうに思っておりますので、もしよければですねチャンネル登録していただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。